平尾山古墳群は、大阪府柏原市高井田、安藤周辺にある古墳群。伊駒山地南端の丘陵地帯に位置し、1407基の古墳が確認されている。分布範囲は、東西3キロメートル、南北2キロメートルに及ぶ。地形の上から安藤、高井田、平尾山、下林道端、本堂、太平寺、平野大県、青谷の八種群からなるが、これらを、 単一の古墳群とみなすことには異論もある。古墳の集中密度が一番高い平尾山市群と下林道端市群を中心とする地区に限定的にこの名称を使用することも少なくない。古墳群の墳球の大半は計10メートル前後の円墳で構成されており、内部構造も調査で確認されているものの多くは横穴式石室である。石室は 比較的小型のものが多く、霧石積みの石室や石管式石室の構造のものも少数ながら確認されている。古墳群の形成は6世紀前半から7世紀後半までと考えられるが、その世紀は6世紀後半から7世紀前半にある。平尾山氏群と下林道端氏群では7世紀前半にも多数の古墳が築かれていたようで、本古墳群の特徴の一つとされている。 高安古墳群、一塚古墳群と共に、河内の代表的な大型群集墳である。白石太一郎によると、平尾山古墳群は、同じ河内に造営された、高安古墳群などとと、同じく、都来系氏族の古墳に、特徴的な炊飯群のミニチュアの服装が見られる、ことから、河内に定着した、都来系集団の残した、群集墳である可能性が高い。しかし、 平尾山古墳群の造営が6世紀前半に始まり、そのピークが7世紀前半に及ぶのに対し、高安山古墳群の場合、同じく6世紀前半に始まりながら7世紀初めには、造営の終焉を迎えるという大きな差異があるのも明らかである。この背景として考えられるのは、平尾山古墳群が、蘇我市の配下にある都来系集団によって営まれたものであり、 公安山古墳群は6世紀末に、蘇我氏との抗争に敗れ没落した物のべ氏の支配下に、あった、トライ系集団が増営したことによるものではないかと、している。ありがとうございます。